のび太くん。今日は何の日じゃったかな？何しに来てるの？ここに。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで春の月18日。今日はあれよ。あれあれ。なんか、カレンダーで見たら、春の月18日、馬レース、春の恒例行事、広場で馬レースが遊べる。で、原っぱ広場で初めてイベントがあるみたいなんやけど、時間は10時から18時やけん。でも多分今日1日は、他のことは何も、他のことというか、あれないの。他の、そのイベントみたいなのは一切起こらんと思うよね。あれ？私、ジャガイモの種を買わなかったかしら。あれ？買ったような気がしたんだけどな。あ、動画外でなんやけど。気のせいか。あれ？私、株しか買わんかったんかな。え？買った？絶対買ったって。あ、もしかしてあれか？出荷した？え？もしや出荷した？だとしたら多分、前日めっちゃ遅くまで作業しよったけん。え？ないやん。え、てか、出荷箱めっちゃ出せるやん、やば。え、やっぱり買ってきていないということだったのか、私。なんてこったよ。くっそー、じゃがいもの種を買ったつもりでいた。多分、今日一日は、どこのお店も営業せんと思うんよね。多分。イベント、みんなイベントの準備にいそいそとしている日だと思うから。マーガレットそろそろ咲かんかな？なんか伸びてからさ、全然変わらんねえけど、咲かねえ。まだなんやね。そろそろパッて咲いていただきたかったんやけど。さあ、10時までどうしよっかな。あ、ランチ。あ、でもみんなの行動はいつも通りっぽいな。ちょっと、避けていかないでくれる？いや、のび太、春は新しい気持ちになるね。新しい気持ちとは、別に何も変わらないけど。あ、でも現実的にはあれか変わるんか。ラムちゃん。こんにちは、動物に挨拶してるの。動物に？どういうことだい？あ、なんか雑草も結構いいお金になるって聞いたんやけど。どうなんやろ。どのくらいの金額になっとんかは私はよく見てないけど。まあ、とりあえず出しておくか。馬レース商品とかもあるんかな。とりあえず使っていらなくなったものを私はすべて出すようにしている。肥料使ったらあっという間に咲くんかな。あ、もうなんか石材がめっちゃ増えたんやって。あと、銅鉱石ももうめっちゃあるけん。あ、とりあえず家を増築できるだけの材料も集めた、私は。いつでももう増築ができる。あー、春の月14日までに集めてしまいたかったんやけど、あれ、みんな行動やっぱ一緒なんやね。おやのび太ちゃん、春は暖かくて気持ちがいいね。え、ということは今日別に、あれっすか？どこも一緒ですか？どうものび太ちゃん、どうも。どうもはいいんやけど。え、みんな、あれじゃないの？イベントのために奔走してないんすか？奔走して、あ、てかあれよ。私自身はさ、馬を持ってないわけやけど、馬レースには参加できるの？見るだけ？今年は。あ、すごい飾り付けられてる！ほら。あー、いいね、いいね。めっちゃ飾り付けられてるやん。なんか私いつもこれ見てないんやけど、これ何？女神と大女の街、シーゼンタウン。なるほどね。うわ、すげえ。あー、叩きたかった太鼓。叩けんのやね。ここで、まあ、10時になったら、イベントが行われると。あれよ、とりあえず、この、ドラえもんの牧場物語？これでは、みんながめっちゃいいって言うのが、この、のび太のお昼寝機能。よっと！このお昼寝機能があることによって一瞬でその時間になれるという。はい、来たー。みんな集まってる。今日は祭りだな。のび太は参加するんだろ？俺はもう大人だからな。
大人だから参加しないってこと？あ、初めてブラスと仲良くなった。もうそろそろ全員となってるんじゃないかな。今日は祭りだぜ。もちろんお前参加するよな。参加したいんだけどできるの？おや、のび太くん。今日は何の日じゃったかな？何しに来てるの、ここに。のび太お兄ちゃん、今日はお祭りだよ。動物たちも楽しそう。おや、のび太ちゃん、今日のお祭りは参加するのかい？ふふ、楽しんでね。あら、のび太くん、今日はお祭りね。そうなんきょ。今日はお祭りなんだってさ、のび太は参加するの？じゃあ、仲良くなってない人。あ、くっそ、ペンターさんまだか。今日は祭りらしいな。おい、のび太、お前は参加するのか？何言ってお祭りだよ。ジャイアンはもうなっとったんか。今日は祭りだぜ。大人になっても楽しいもんだよな。のび太も楽しめよ。あと誰やったんかな？あ、この人なってたでしょ？あ、ここは？わーい、お祭りだね。いっぱい食べるぞ。え、違う？違うよ。これでレスターさんも仲良くなって。え、多分、あとほんと数人とかやったと思うよ。このスタンプのとこでさ、ほらほら、仲良しスタンプ。あと4人や。あと4人誰よ？リーナ。あー、女神様ね。リーナ、チック。チックって誰やった？あ、ペンターさんさっきの人だよね。ロコット。ロコット、あ、あれや、病院の。病院の。あ、ってことはチックもここが。賑やかだなって来てみたら、今日はお祭りなんだってね。あ、違うな、セルーナさんか。私、お祭りに賑やかな感じ好きだな。なんだか昔住んでいた街を思い出すの。他の街から来たんや。さあ、とりあえず、お祭り。今日は馬レースの日だ。参加するか？できるんすか？自分の馬じゃないとダメなんか。あは、ほら、出せる馬がいない。ってことは、見る側やねん。え、見る側としては参加できないのこれ。辛い。めっちゃ辛いんだけど。え、辛すぎるんだけど。今日はお祭りがあるよ。のび太くん、参加するの？できないんすよ、それが。え、辛いんですけど。ねえ、のび太、ランちゃんお祭り参加するって言ってた？見ることす、見ることぐらいできたらいいのにね。どういうことやねん。今日はお祭りだね。僕お祭りって好きなんだ。私も好きなんだけどね。お祭りか。カジキマグロ祭りなんて、なんでないんだろう。そういうのもあってもいいと思うけど。ね。あってもいいとは思うんだけどもね。あ、もう全員と話したな、私。ということは、今日はもう何もできないということなのだね。こんなに準備が整っているというのに、みんなは。くっそ、私は何もできない。全員あそこにおるってことよね。きっと。わー、あれやな。てかさ、これ、1年目の春の月のイベントとかさ、みんな参加できとんかな？私全然できてないんやけど。私全然できてないんやけど。だって、ね、春の感謝祭も参加できてないし。で、馬レースも参加できんし。つらーい。つらすぎる。あ、ちょっと待って、あれや。今まで行ってなかった場所とかにちょっと行ってみようかな。どこに行ったことなかったっけ？大きな化石。ヒュルルン山。ヒュルルン山は行った？いや、来てないけど。キコリの森。ん？キコリの森は行ってるけどな。パシャーン石橋。なんかよくわからん場所がいっぱいあるんやな。あ、すげえ、めっちゃ景色が。あ、てか、どこまでも行ける感じ。なに、どこ行った？初めてヒュルルン山頂に行った。そこの辺のスタンプも集めとかんとよね。あ、すげえ。こういう景色ない。あれが大樹ってことやね。なるほど。こういう、あ、そっか。女神様とも仲良くならんといかんってことは、定期的にあっこにも会いに行かんといかんってことか。ギシギシ橋なんかなっとるよ。琵琶やって、琵琶。よし。なんかこれ、琵琶の木、あれやね、崩せるんやない。まあ、崩したらもう二度と入ってこんのやろうけん。嫌やけど。それはちょっと、あれですけども。
あ、どこに行ってどこに行ってないかがよくわからんくなってきたんやけど、ここは一体どこですかね。木こりの村、こっちは木こりの村、ちょっと待って。ミニマップ的には、パシャーン川、コロコロの森。コロコロの森って行ったことないことない？多分。ってことは、こっち下の方向に行ったりとかしてたら、こっち側かな？多分行ったことない場所に出るはず。え、だって今日さ、道具屋とかも開いてないってことやけん。パシャーン川。買い物もできんねよね。買い物ができるんならね、丸太橋。虫網とか買ってくるんやけど。タケノコとかめっちゃ落ちとるなぁ。こっちは？なんかどこかに行けない。行けそうかと思ったのに。あ、すごい、見て。ちゃんと水面に映るんやね。のび太の姿。はい、コロコロの森。あれ、初めてじゃないの、私。こんなとこ来ましたっけ。一つ、二つ、三つ、四つ。何何ちょっとよくわからないけど。何か起こるんかと思ってん。この先はもう何もないんかな。この下洞窟やったもんね。あの、浜辺のところにある。なんかこれ、石碑穴に謎の生き物が掘られている。そういうのとかもなんかストーリーに関係してくるようになるんかな。ピッチョンコ。白ストーン遺跡。なんだなんだ、よくわからない場所がいっぱいあるぞ。でもこの辺でも釣りとかできそうな感じやね。あ、アエナ牧場。もうこんなとこまで帰ってきたわ。これでもうすべて回れた？あ、多分全部行ったかな。全部行ったね、きっと。めっちゃ雑草生えてきとるやん。みんなまだイベントしようかな。多分18時までイベントやったはずやけん、とりあえずお昼寝で飛ばしましょうか。18時、よっと。は、回収にも来ねえ。それとももう回収に来た。いや、多分あれよね、イベントの日は本当にみんな一切仕事をしないはずだから、ドラえもんも回収に来なかったんだな。そしてほら、この辺電気が何にもついてないけん、みんな、もしかしてみんな、まだ、原っぱにいるんすか？あ、こっちザザン岬か。あれ？こっちザザン岬だな。どこだ？こっちか。もうみんな寝た、もしかして。あの、馬レースで疲れて。こっちだね。原っぱ広場。もう全部片付けられてる。ほら。あれ、でも、人はみんないるんだな。何してんの、みんな。みんなを観察してる？怖い怖い。ほら、みんなまだ全然おるんやけど。あ、でも、村長さんというか、町長さんか。ヤーメイさんはおらんのやね。こんな暗い時間まで、あ、帰りよる、帰りよる。帰る、なんで振り向いた、今。こういう感じで、1年目の馬レースの日は、参加することもできず、とりあえずね、馬レースしよるところぐらい見せてくれたらいいのにってめっちゃ思うんやけど、つら。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次のイベントは何かあったかな？何かしらあった気がするけど。まあ、とりあえず次は私は、あの、ツルハシをパワーアップさせる。ツルハシをパワーアップさせて、そしたら多分次、もう黒い地面は掘れるようになるはずよね。